民主労働党は1981年11月に結成されたブラジルの中道左派政党である社会主義インターナショナル仮面政党。労働者党を中心としたルーラ政権とジルマルセフ政権を支える連立与党の一角を占めていた。QPTB の指導者でリオグランデドスル州の州知事を務めたことがあるレオネル、ブリゾーラが結成した。 当初は、ゼトリオ・バルガスの名であるイベチ・バルガスと組んで、PTB 総統を目指していたが、実現せず、イベチが PTB の名称で、政党登録したため、やむを得ず、PDT の名称で、政党登録申請をしたものである。2002年10月に行われた、大統領選挙では、PT のルーラ候補を支援し、当選後、ルーラ政権与党の一員として、閣僚一名を送り込んだ。 そして2006年10月の大統領選挙でも、ルーラ大統領を支援し、PT と共に引き続き政権与党の一員となった。ブラジルの政治獣マローセフ政権発足時の閣僚、ブラジル日本商工会議所、2014年5月24日閲覧、ありがとうございます。